こんにちは言葉の力でで未未来来を変える風穴未来です今回はブログのデメリットとメリットについてお伝えします先日からブログオワコン説について回答する形私なりの意見を述べてまいりましたんでいろいろ私自身改めて 考ええる機会を与えられたととということで有益だと感じております。で今回はですね、まあ、今まで総論的に語ってきたんですけども今日は細かく具体的にブログのデメリットもしっかり抑えたいと思いますそしてその上でメリットがあればお伝えしていきたいと思います。まあ ブログのオワコン説というのの根拠はこれは本当に根も葉もないわけじゃなくてしっかりあることはあるんです。で、えー、まあそれはブログを使って収益化する収益化していく時に生じるデメリットが主なんですけどねでじゃあ具体的に、えー、ブログのデメリットを見ていきましょう。 楽天アブリエイトがクッキーで稼げなくなくった、まあ、ご存知かと思うんですけども楽天アブリエイトっていうのは以前はあのクッキーが30日間有効だったとつまり読者がえ例えば私のブログに読者が来て私の貼った楽天アブリリンクをクリックしたらえと30日以内にあの何かしらっえと商品を買ってもらえればどの商品を買っても私の トリブになったわけです、まあ、その時にクッキーの上書きっていうのがあって、まあ、それでまた他のえっ、ー、のサイトのアフィリンクを踏んでしまってそこから買ったら無効になるんですけども、まあ、それが、えー、承認率っていうんですけども、まあ、60とか、えー、60%ぐらいだと思うんですけど、ねまあサイトのテーマによります本当にガチガチにきっちりその商品を紹介して商品に関するテーマを扱ったあのところでしたらもっとあのー 承認率は、えー、高いですよねクッキー効果じゃなくてずばりその商品を買ってくれるっていうことがあったのでまあそれはともかくとしてまあ本当に楽天アフレートは実は稼げたんですよその30日クッキーっていうものがあってでもっと稼げた時期があってというのは規約が甘かったんです。ですかからとにかく少々、あのー ダークっていうかグレーな手法でもまあブラックに近くてもよかったのかな最初あ良よかったですね最初の頃は本当にクリックさえさせちゃったらこっちのものみたいなサイトアフィリエーター多かったですよすでもそれは野放し状態だったので本当に稼げましたでただある時、えー、そういう誘導誘導クリック誘導ですねの仕方をの規制が入ったりしてまあいろいろあったんですよ で最初の伸ばし状態よりは稼げなくなったけどそれでもまだ30日間のクッキーって大きいので、えー、結構稼げたりしてたんですけども最近、えー、要するにもうそのクッキー30日間有効っていうのがなくなってしまったので、まあ、基本に 24, 24時間でまあカートに入れられたものが24時間以内にカあのー カートに入れられらてそれから何日以内で云んぬんってあるんだけども正直もう稼げませんそうなったら30日クッキーがなければもう大きくは稼げませんもうそれが私の楽天アプリは本当に初期から草分け的に2005年くらいから月30万ポイント稼いでた人間ですからもう間違いないですもう稼げません楽天アプリではですからブログは 本当に楽天アプリでねあの本当に稼げたんですよでまたそういう時代が完全に終焉を迎えた終わったということなんですよですからあんまり語られないけどもブログオワコン説っていうのは実はこういうものもありますよねあの稼げた方法が使えなくなったっていうね、えー、あのということですで2番目アトセンスの審査はサイトごとに審査申請 しななななければならなくなったあ実はこれ大きいんですね意外と。要するに昔は一つのブログで、えー、審査申請して審査が通ってしまえば他のサイト例えば10個20個持ってたとしてももう無審査で貼れたんですよアドセンスを。ところが今はあのアカウントを持ってても新しくサイトを作ってそこにアドセンス貼ろうと思ったらその都度審査申請しなければいけないんですよ。で それが簡単に通る場合もあれば長引く時もあってそれが非常に負担になるとまあこれもアブリエイト業者っていうかそのアドセンスを大量にアドセンスサイトを大量に作ってきたそういう業者に対する圧力だとの一つだと思うんですけどねまあそんなようなことで 気軽に作れなくなったって大きいしき気軽にブログを作って気,ら気軽に貼れなくなったということは実験をプップップッとそのクイックリーにフットワーク軽く実験ができないわけですよ貼れないから審査通るのにまあ1ヶ月ぐらいかかる場合も平気にもっとかかる場合もありますからねそうすると、まあ、正直やりにくいですよねですから量産ブログをたくさん作って アドセンスで稼ぐというのはもちろんそれをコツコツ審査通し,通していけばいいっていう考え方もあるけどやってられません正直言ってそんなの収益目的でやってたらですからまあ、えー、私の推奨するのはブログ多くて3つ1つ2つ3つぐらいで、えー、まあ1つだけでもいいしそういう。 手法なので、まあ、その審査一回通っちゃえばそれでずっとやっていけばいいっていうことなんですけどまあそれは私の推奨してる手法をなんかあのプッシュしてるように思われてはあれなんであの正直、えー、つらい面がありますよそれは新しいこう試みで次々にブログを作ってアドセンス貼れないのでということで、えー、そういうことでアドセンスの審査が 厳しくなって審査申請をサイトごとにしなければなくなった。これもブログ収益化の中で壁ですよね。えー、で3番目メルマガの到達率及び開封率が下がっているため、ブログメルマガ。アブレイトも厳しいと。とんん。要するにそのメルマガでアブレイトや。私も実際。 うん、情報企業をやってきましたから2008年からもう10年以上ねあのメルマガって命なんですもちろんメルマガのリストというか登録者すあの登録してくれる人はブロ,ブログからあの登録していただくのでブログ必要ですよねでブログとメルマガを組み合わせて稼ぐっていうのはもう古典的な、うん、手法なんですよ。もうずっと いろんな方法に使いますしねその収益化でねこの方法はだからブログメルマガアブリエイトってよく言われたんですよ。まあ今今もやってる人いますしただ厳しいですねそのメルマガ届きにくくなったしあとスマホになってもうそもそもメルマガをスマホで読まなくなってしまったっていう傾向が強いと。で LINE、えー、アットというやり方もありますけど LINE、まあ、という会社自体の,、まあそのえーままあ、会社の批判もできませんけどもあのこういう場で公ではただそういうふうな、えー、構造的な問題もあるわけですよ LINE アットというそのメルマガに代わる、えー、スマホでもよく届くそういう、うん、ツールというのかな。それが うーんまあ値段が高かったりだとかい,いろいろあるんですよそのまあ、言い出せばきりがないんですけども要するにメルマガブログメールマガアフィリも厳しいとまあそれも当然ブログもあの噛んでるわけですからブログのデメリットとも言えますよね。で次記事コンテンツの質をさらに上げないと検索エンジンから評価されにくいと確かにそうなんですよ。あの 例えばですね日記系のブログというか更新型というか次々に Google がブログを評価する時の基準として更新頻度というのがあったというか今もあるんですよ更新頻度が高い方がもう絶対に評価高いですよそれはたまにしか更新しないよりも。ただだ更新するだけでは あのそれだけでかなり評価されたんだけどもそうじゃなくて記事の質が問われるとで当然そういうことはご存知だと思うんですけれども質の上げ方がまたたもうう工夫いるよよになったんですよ、まあ、それは機会ちょっと長くなるので機会を改めて語りますけども要するにもう一工夫二,二工夫しないと、えー、ブログで検索エンジンの上位には、えー、行きづらいということですね。 であと次美容健康の分野を扱うアフリエイトブログで検索エンジン上位表示は困難にまあこれはよく言われてることですよねあの美容健康でを扱っているアフリエイトサイトっていうのはあのー、ランクあの上位表示からされてたのがもう消されちゃったというか大幅にダウンされたってで収益がガタガタに下がったっていう話はもう,う ほとんどの方ご存知だと思います。それも確かに。で、今も続いてます。実はその傾向はね。だから結構厳しいですよね。だからでなおかつですね、もうその美容健康だけじゃなくて、アブリエイトをやってるっていうことだけでも下げられてしまうような状況って見られるので、ブログでアブリエイトっていうのはきついんじゃないでしょうか。もちろん、 あの私もブログでアフィリエイトしましょうという、えー、教材を、まあ、今は販売終了しましたけどもただ全くは否定はしてないですよまだ稼げますよそのやり方によってはただ昔ほど簡単に稼げなくなったっていうことですそれは確かだと思いますですからデメリットといえばデメリットですよねしかしこの美容健康を含めたアフィリエイトっていうのはやっぱり 一番収益が上がりやすいので簡単にその今まで稼いでた人を諦めきれないでいろんなこうあの手この手で粘ってやってくるっていうことも考えられるし、まあ、特に企業ですね企業はやっぱりこれで上位表示すると相当売り上げがいくのであの手この手でやってくると思いますですからしばらくというか検索エンジンさんとその企業のアブレートサイトの うん、なんていうのかな、えー、戦いというとおかしいんですけども、えー、そういった葛藤,葛,藤劇葛藤劇というか激烈な戦いというか、まあ、悪,悪く言っちゃえばいたちごっこなんですけどもそういうことが続くんではないかと思ってます。ということで、まあ、これもデメリットですね明らかにデメリットです。で 早口で申し訳ないんですけど5つデメリットを挙げましたでこれ音声だけで聞いてらっしゃる方がいらっしゃると思うのでもう一回じゃあえとその5つのデメリットを読み上げますね楽天アフィリエイトがクッキーで稼げなくなったアドセンスの審査はサイトごとに審査申請しなければならなくなったメルマガの到達率開封率が下がっているため ブログ、メルマガ、アフリも難しい記事コンテンツの質をさらに上げないと検索エンジンから評価されにくい美容健康の分野を扱うアブリエイトブログで検索エンジン上位表示は困難にということです。これがまあ、えー、デリミットなので、まあ、ここまで聞いてくるとブログをワーコンセルってマジマジじゃないかとそうやってなおかつ 5G 時代になって動画の時代が来たらもうブログって終わっちゃうんじゃないのというような説が出てきてもまあ本当にブログのこと知らないというかあの知っていても言う人もいるでしいろいろあるんでしょうけどもでまあえ続いてじゃメリットの方を見ていきましょうね本当にまあ私は無理やりですねそのブログの型を持ってブログを 持ち上げて、えー、ブログをやっていきましょうという気はあのそういう意図はあのごめんなさいですけどさらさらなくて本当に一番いいツールで収益収益化していただければ一それがいいと私は思ってます正直言ってでブログに変わるものがあれば本当にあのモルテを上げてですね推奨しますよ、えーまあそ。それが基本的な私の ススタンだだとといいいうことをご理解いただいた上でメリットに入ってきますブログのメリットまず一つ目ブログブームに活躍した競合ブロガーが消えたそのため勝てそうにない競合は少ないと、まあ、ちょっと極端に書きましたけども、まあ、この古い競合っていうことでもその古いの古いにもあのレベルがあって。 2004年5年から始めての、まあ、第1期というかあのブログブームで、えー、草分けの時のアルファブロガーってい,いたんですよ。まずあれはマスコミというかそういうのが一部の,あの組織とかそういうところが作り上げた言葉な,なんですけどもそういった黎明期に活躍したブロガーっての ごめんなあの全部精査してるわけじゃないんですけどもうだって目にままりませんんんかからほとんど消えてるんじゃないでしょうか、えー、だからそういう、えー、当時もそういうまあいろんな分野で相当キャリアを積んで、まあ、知名度もそこそこあったりいろんなこうスキルを持った人が、えー、アルファブロガーとして最初から持て生やされたっていうのがあったから技術もない知名度もない人が。 そのブログのそのまあなんてかブームの始まりに参加したってアルファブロガーという本当に目の上の単行部というのかなそういうカリスマがいたわけでその人たちにわってくるっていうのは容易じゃなかったっていうのはあるんですよでももうほぼほぼそういう人たちはもういないとでまあそれは2005年からの話でその後でもまあ どうでしょうね 2010, 2010年じゃないな2014年ぐらいですかねもう第2期ブログブームみたいのが来てでそういうところで頑張ってきてももうそれから 5, 5年経つわけですからうんもう当時私も塾やってますのでいろんなもうランキングにも参加してますので見てるんだけど。 ガラッと変わりましたねメンバーがねブロガーのメンバーがそれぐらい、えー、まあ当時稼いもうだいたいブログ村のないんぐらいにいるといくら稼げるかでだいたい私もう把握してますので稼いでた人たちが辞めてるんですよねうん本当スあのそうそういうことがあるんですよまあそれ事情はもう飽きてしまったとかまあ疲れ疲れたとかまあ、本当に稼げなくなったとか あとまあブログ村のリニューアルっていうの大きかったかもしれませんね、あれでアクセスが来なくなっちゃったんですよ、ブログ村からね。で、まあ、ブログ村も意図してるのかどうかは分かりませんけども、ずっとその、えー、記事を更新しても、それが反映されないで、特にその上位、上位のブロ,ブログ側のブログの記事が反映されなくなったんですよ。 まあですからあのー、いわゆる新旧交代をはがれたかったというそういう意図もあったのかなと私思ってたりするんですよ。ですからあのー、もう昔実績があったからその実績で食べれるような時代ではないんですよ。だから実績があった人まあ本もあのー、いろんなジャンルで書いてランキングの上にいれば。 本を出版しまませんかってオファーが来すよねで何冊か出している人が消えてますからね、うん、本を出してた人がもう消えてる状態なんですよ、まあ、ですからそ,だそういうことだったら厳しいじゃないですかという反面ですねもうやめてるそういう強いブログがい,いなくなるっていうことはあのチャンスチャンスとも言えるんですよ。 本当にそれはねやってみるとね、あのー、だって単純に考えればブログランキング、えーとまあ、ブログ村なんかまたちょっと勢いを吹き返してきてるんですけども10位内入るとあのそういうメリットがあるんですよ上位のブログのメリットがあるっていうのを上が消えちゃったわけだからある意味簡単にランクアップできるわけでしょ。そういうい単純なことでも あの有利じゃないですか。ということで一つ、えー、1番目の強豪ブロガーが消え,消え,て消えたまた消えてゆくですね、えー、完全には消えていませんけどねで2番目ブログはおかん終わったコンテンツと呼ばれブロガーを目指す人が激減しているやめる人も多いそのためライバルは減っているしこれからも増えない、まあ、さっきの ことの延長線沿いですよねですから、うん、まあブームの頃はもう次から次にブログを目指す人が増えてきて、えー、もうこれはもうライバルが増える一方でもうちょっと稼いでてもライバルに追い,追い抜かれるんじゃないかっていう不安があったけどある意味も,もう増えないでしょうねこれからブロガーっていうのはあのこういう時代だから。 ほとんどあの増えるっていうか減る一方じゃないですか、あのー、正直ですからライバルが減っていくっていうのはチャンスですよね私はもうそういうふうに捉えてますけどねそういうことですよ2番目のメリットで3番目古い検索エンジン対策に明け暮れている人が多いので正しい信じてないに向けた SO をすれば検索エンジンの上位表示は 難しくない、まあ、これはですね本当に、まあ、気づいてない人が多いんですよね。要するにさっき先ほども申し上げましたけどもブログはもう結構更新してても上位取れにくくなったとで、えー、体験を書いて、えー、毎日更新しててもなかなか検索エンジンに評価されにくいもうブログの だからブログの時代は終わったじゃないんですよ。そうなったら次の工夫すればいいんですよ。新しい工夫すればいいんですよ。当然、じゃあ体験を毎日アップしてても、検索エンジンに評価されなかされないとしたら次の対策を練れ,練ればいいんですよ。それは、あの、 ノウハウの出し惜しみとかじゃなくてそれについてまた語ると、まあ、1時間ぐらい取られ以上取られちゃうのでそういうことですですから逆にそれを知るというか、まあ、えまあ私のような人間の話をえ聞いていただければあのもうお教えしますしそうじゃなくてご自分で気づくっていう手もありますよね勉強してあそうかこういう盲点があるのかこうやってみようみたいなのを気づいちゃえば。 ビューンともうライバルはいないしそういうことをもう諦めてる人が多いわけだからキュンと急に伸びるで伸びちゃえば次,に次のメリットいきますけどもそういうアプリニュースサイトソーシャルメディアなどがブログ記事をシェアしてくれる場合があるので検索エンジンからのアクセスでは想像できにくいアクセスの大爆発も期待できると。 まあこれは本当に実際、えー、去年の夏のゼミナールから、えー、もう多くの私もあの一緒に、えー、塾生さんと走ってその爆発力っていうのは体感できました。でそれはもういろんな波があったりしてシェアされるされないとか波もあるしまた、えー、りそういうシェアされにくくな,なっている媒体もあればまたそれも されれやすくななるかもしれないしい違うメディアが出てくる可能性もあるしあのというのはねどういうことかっていうとネ,ネット全体でブログ記事っていうかあのブ,ロブロガーの存在って実は軽視,軽視してないんですよ。というのはブロガーの力を借りないと例えば Google アドセンスにしたって貼ってくれるのはブロガーなわけじゃないですか。 そういう人たちを検索エンジンの上位から下げ、いれいろんなそのプレッシャーかけてたらどんどんなくなっちゃうじゃないですか。あのアドセンスを貼ってくれる人がそれじゃあのいけないっていうことで、まあ例えば代表的なグーグルのアプリありますよね。スマホですよ。スマホのグーグルっていうアプリ入れるとトップページにおすすめブログ、おすすめ記事って出てくるじゃないですか。結構あのブロガーの記事が載ってますよ。 でそれはもうネットで検索すればそ,のえそこに自分の急にアクセスが伸びたのであれと思ってアクセス解析見たらあれこういう URL あったかなみたいでこう探っていったらそのアプリだったとかそれは一つの例であってこれからそういうことっていうのはた,ただ出てくると思います。ですからあの時代が変わって動画の時代になってじゃあブログはもういらないのじゃなくて。 ブあのなんとかそれはブロガーを愛していてブロ,ブロガーさんを尊敬していてすあのなんていうのか優遇するとかじゃなくてブロガーを賢く活用して儲けようという企業があるということなんですよ。それはまあ意地悪く言っちゃうと。ですから、えー、なくなりませんそのあのブログも、えー、とブロガーも消えませんで。逆にライバルはそういういいいこと気づいてないから あのごめんなさい気づいててももっと稼げる力のある人はもっと稼げるジャンルに移行するそれは間違いじゃないです力があればねもう情,情報発信力もあるしいろんなスキルもあるしキャリアもあるし知名度もありツイッターのフォロワーが10万以上あるとかそういう人たは,はあのよそのもうブログを,をほ,ほ,ほぼほぼやめて他の舞台に立つっていうことはありえるでしょうけども。 じゃあブログが消えていくかっていうことはないし、えー、いろんな、えー、検索エンジンは厳しくなっていくかもしれないけども他のところでシェアされたりとか、えー、そういう、えー、ブログ優遇措置ですねブ,ブログを優遇するいろんな施策というかそういうことがあの出てくると思いますねいろんな形で。 ですからまあ諦めないでブログをやっていけばまあこっそりというかおいしい思いをできるっていうことまあそれえそういうこともあり得るわけですよねいろんなどん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 そのまあ私誤解を恐れず誤解されてるかもしれませんがずっと15年間ブログをやってるのでブログをずっとこれからもやりたいからブログを擁護してブログを持ち上げてるじゃないんですよ。もう変化してるんですよ。 ネット環境もそういういろんなテクノロジーも変化してどん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 変わってきますよ。それでブログというのが有効性が失われてしまったらもう私ブログなんか推奨しません。そうじゃなくて時代がが変変化化しししててていいいるるるから変化している中でで新しいメリットが生まれてるっていうことなんですよデメリットももちろん出てくるけどメリットも生まれるんですよ変化っていうのは。それを総合的に判断して 推奨できる面があるから私はブログをままだ推し,推しているというような立場ですごめんなさいちょっと、えー、話が長くなりましたが次いきますまだあるんですよブログ村のリニューアルが完成したので逆アクセスが増え始めているそのため初期段階でのアクセス欠乏症に苦しむことはないと まあこれはもう現場の声なんですけどもブログ村のリニューアルっていうのは非常に長くて何んんて言うのかな悩まされたんです私もブログ村からアクセスを集めていた人なので大打撃を受けましたよ。でまあこれで何て言うのかなまあ短絡的これでブログをやめてった人もい,いるんじゃないかなと思いますねああこれでブログの時代終わったなとかねすごくネガティブに考えちゃって。 でブログ村がこんなにリニューアル時間かかってるようだしまあ正直その企業として弱いんでしょうねそのリニューアルがそんな時間かかる、まあ、技術がないと IT 技術があの低いんでしょうねあごめんなさいその批判じゃなくてそのいろんな兼ね合いがあって企業の批判ではなくてそういう現状がある。で じゃあもうブログはあの、まあ、もちろんランキングサイトでの軒並み全部潰れちゃいましたからねブログ村と人気ブログランキングぐらいしか残ってないわけで、まあ、ブログの時代終わったなっていうのを思った人もいらっしゃるかもしれませんけどどっこいブログ村は復活してきてアクセス数が増えてますよ今はね、うん、ただ全盛期まで戻ったかどうかっていうのはそれは疑問ですけどもただそういうことで何が言いたいかっていうと ブログを立ち上げた時にワードプレスで立ち上げると初期が初期まあブログを立ち上げて1ヶ月2ヶ月3ヶ月まあ長ければ半年ぐらい厳しいわけじゃないですかアクセスアップがそういう時にブログ村に入っていってしのいでいくっていうかそういうこともできますよね。でまあそのそれプラスもっとそういう検索エンジン以外のアクセスを集めたい人はまあ えー、はてなブログというハテナのコミュニティ力も強いですから、えー、やればいいですしただもうあのワードプレスにへのこだわりを持ってる人もいるのでもうやはり無料ブログ系の、えー、サービスは嫌だっていう人がいらっしゃいますけどそういう人はワードプレスでやってブログ村で初期をしのいでしのいで徐々に検索エンジンからのアクセスを集めていけばいいっていうことで。 なんていうか小さなことのようで大きいんですよこのプラスはブルグ村の,あの復活っていうのはまあこれもあのプラスでごめんなさいあと一つですご神木であと一つだけちょっと黄色でさらに強調しましたけど最後のメリットなんですけども表現者としての基礎力 文章力を含めた独自コンテンツ作成能力が身につくそのためまずはブログから始めるべきと言いましたそれはどういうことかというとよくですねじゃあワードプレス始めるときにツイッターであのその前にツイッターをやっていてフォロワーをふ増やしておけばワードプレス始めたときにツイッターからアクセス流してやればいいじゃないかそれはある意味当たってますよただね これからネットビジネス始めるとか文章力に自信自信がない,いか文章に書き慣れてない人とか初心者の人がねいきなりツイッターをやってそれ以外やってなかったら文章力がつかないんですよ。140字のの独特の世界で,しょですからきっちり文章で構成して情報をがっちりとその保存価値 保存される多くの人に役立つその炎上ネタじゃなくて本当にきっちりとその文章の中で情報を提供するノウハウを提供する悩み疑問を解決するっていう記事の書き方ってブログでしか勉強できないんですよ。ですから大きく稼ぐためには独自コンテンツを作って売るとかサービスをやる。 あのコンサルでやるとか、それは全く正しいですよ。でも、いきなり独自コンテンツなんか作れません。ぼん天才でも作れません。凡人はなおかつ作れません。私で私のような凡人なんか全くあのブログをやってたから作れたんです。ですから、とにかく表現,表現者としての基礎力。まあ、応用力も含めてでもいいですけども、文章力を。 身ににつけるにはブログが一番いいんですよですからコツ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 ブログで、あのー、記事投稿していってコンテンツを貯めていってだんだん質を高めていけばあの将来、えー、つながっていくしじゃあブログブログ以外のものをやらなきゃ稼げないかってそうでもなくてそ,れそのブログで当たれば評価されればそのブログだけでもいいですしということでまあこれは最後の、えー、メリットって一番大きいんですよ。それはもう ブログオワコン説っていうのは、えー、今まで大きく稼いできた人しかもそれの稼ぐ,稼ぐキャッシュポイントの軸がブログにあった人がオワコン説もうこれじゃ大きく稼げないからじゃあ YouTube に行こうとかそういうことをおっしゃっててそれは私全く批判し,批判してなくて間違ってるぞというような何、あのー、ていうのかな否定なんか全くしてないんですよ。 ただ視点を変えて初心,初心者さんの立場というかこれから参入していくまだ、えー、独自コンテンツ作るところには時間かかるなという人はブログから始めてコツ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 それで力を蓄えていって収入も少しずつそのブログで増やしていくことがこれはもう現実的なあの選択肢だと私は思ってるんです。そういういことで、えー、あの 音声だけ、えー、聞いていらっしゃる方のために一度そのもう一度ブログのメリットを読みますね。ブログブームに活躍した競合ブロガーが消えたそのため勝てそうにない競合は少ないブログはオワコン終わったコンテンツと呼ばれブロガーを目指す人が激減している辞める人も多いそのためライバルは減ってるしこれからも増えない。 古い検索エンジン対策に明け暮れてる人が多いので正しい新時代向けの SEO をすれば検索エンジンの上位表示は難しくないアプリニュースサイトソーシャルメディアなどがブログ記事をシェアしてくれる場合があるので検索エンジンからのアクセスでは想像できにくいアクセスの大爆発も期待できるブログ村のリニューアルが完成したので 逆アクセスが増え始めている。そのため初期段階でのアクセス欠乏症に苦しむことはない。表現者としての基礎力文章力を含めた独自コンテンツ作成能力が身につくそのためまずはブログから始めるべき。ということです。いかかがでしょうか、えーまあ えそういうことでなんか声高にそのブログを擁護している一方的ななんか風の立場でえブログを擁護しているというふうにえまだ思ってる方がいらっしゃるとしたらも悲しいんですけどもそうではなくて本当に客観的に現実的にえインターネットいわゆる会社に勤めなくて自宅で。 え副業でも専業でもどちらでもいいんですけども収入を得ていく方法としてブログというのはあの消,え消えないしそれはもう大きくすごく大きく稼ぐ稼ぐと思っている人にとってはブログだけっていう選択肢はあの少ないと思います正直言ってね企業としてやっていく場合にはねもう YouTube もやらなきゃいけない Twitter はもちろん企業ぐるみで。 企業でやってますからこれから特に動画のジャンルは企業がもうものすごい勢いで参画していってい今 YouTuber も苦しくなりますねその企業がどんどん入ってくるのでただまあそういうね激戦区まあ稼げるから激戦区になるんですけどもじゃあ一方でブログはどうかっていうとそれはもう流行また第三次ブログブームっていうのは ちょっとか正直ごめんなさい。それは考えにく,にくいです。さすがに私のブログを15年やってきた私でもさすがにちょっと考えにくいんですけども、まあ、私が考えているのは、えー、5G 時代、AI 時代、まあ、要するに動画前世時代だからこそブログの特殊な生き残り方、こう際立った 勝ち軸を立てる方法っていうのはあると信じてますし。しえ、私はもう実際にやろうやろうとしてるけどやってます。で、それについてもこれからあのお伝えしていくつもりです。まあ、ですから、あの結論的に言いますと。とえまあ、これからも大いに期待は持てるとですから、初心者の方には特にお勧めしたいのは、まずはブログから始めましょうと。 でツイッターとかその他否定するわけじゃなくてベースキャンプというかベースとしてブログを持ってないということは考えられないので大きく大きく稼いでる人はブログを消すっていうことはないですよブログはやはりベースとして、あのー、自分のコンテンツを売る時でもブログで売ればいいわけですからえそういうようなことも含めてブログっていうのは消えないし新しい希望の時代に入ると私は思っております。 ということで、えー、本日は2019年版ブログのデメリットとメリットというテーマでお伝えしましたいや本当にブログって楽しいもんですねそれではまた明日も日の当たる場所コリドでお会いしましょう